ヤクルト1位1、中日30日、神宮球場。まさに総力戦となった、開幕2戦目は、延長を戦い切り、引き分け、4時間43分の死闘を終え、高津監督は、踏ん張った投手陣に、よく頑張ってくれているとねぎらった。試合前には29日の開幕戦で、下半身の違和感を訴えて交代となった。山田、田口が、登録抹消される、緊急事態となった。試合後に、高津監督は、 テツトは下半身のコンディション不良です。何度も繰り返しているので、そんなすぐに良くなるとも思わないですし、少し時間がかかるのかなと思います。と、早期復帰は見込めないことも明かした。田口は2軍で再調整となり、もう1回ファームで練習して、こちらに帰ってきてほしいと話した。